もうやっぱり85年のイメージが強すぎるのよね。オーラがあるね。ありますね。確かに。モノマネしてたしね。こう、ここまで。さんとテーマですが、はい、阪神一筋檜山慎二郎さんが選ぶ歴代阪神ベストナインというところで、久根さんもライバル球団出身として補足ぜひよろしくお願いします。ではまず歴代阪神ベストナインキャッチャーからお伺いしてもよろしいでしょうか。映像でしか見てないけど、やっぱり、まあ、僕がちっちゃい時のことも考えると田淵さんかな。あ、かっこよかったもんね。やっぱ小学校の時にやっぱり見てた時にすげえかっこいいホームランでしたもんね。そうそうそう、もう、ね、あの打った瞬間にバッターボックスからじっとしてるホームランばっかりっていうね、もうなんか子供心にすごい、だから田淵さんはスターやったよね。で、なんといってもね、田淵さんはね、映画にも出てるから映画ですか。頑張れ田淵くんで漫画やっけ。頑張れそうですね、田淵さんが映画出てるってなるとちょっとね、それこそ反社の関係も映画関係の方に出てたのかななんていうふうに思っちゃったんですよね。はい、昔の野球選手ってみんなパンチパーマで、あの、ね、なんか西部警察の大門君と渡哲也さんのね、あのサングラス、そうですね、もうダブルのスーツ。あー、そう、はい、俺入ったプロ入った時はまだバブルのまだちょっと崩壊する仕掛けぐらいの時で、遠征の時みんなね、巻き木のスーツとか、マーピンクとか、俺もう買ったもんね、ピンクのスーツ。すげえ。続いては一塁手お伺いしてもよろしいでしょうか。一塁手ね、やっぱバースかな。そうですよね、そうですよね、やっぱりそこはもう、これはね、僕ね、僕はやっぱりね、阪神ファンで育ってきてるから、ちっちゃい時から、やっぱりだからそこは決まっちゃうよね、バースさん。ね、で、ね、モルツの野球とかもね、来られたりとかすると、はいはい、やっぱりオーラがあるね。ありますね。これまたバースさんもモノマネしてたしね、ちっちゃい時ちょっとこう、あね、タイミングの取り方ね。はい、僕は巨人ファンだったんで、バースが出てくる時めちゃくちゃヤバかったですもんね。バース、カットバースでバースって言われて、応援もまたなんか、うわ、そうそうそう、飛ばされるんじゃないかって思うぐらいの応援の仕方じゃないですか。でもね、現役の時の話を聞くとめちゃくちゃ頭賢くて、本当に配球も読むし、あと浜風っていうのを計算に入れて、わざとレフトに打ちに行ってたという。あ、そうなんですか。やっぱりバースだ。続いて二塁手お会いしましょうか。二塁手、これね、いっぱいおられるからね。僕はやっぱりまあ、鎌田実さんとかね、言いたいんやけどな、中村克弘さんとか。でも、まあ、難しいねんな、やっぱ岡田さん。やっぱ岡田さんになるかな。もうやっぱり85年のイメージが強すぎんのよね。わかるわかるわかる、その自分の時の強かった時のイメージですよね。そう、やっぱり自分が現役で一緒にやってるっていうよりも、やっぱり憧れっていうような形でもプロ野球見てるから、どうしてもそっちに行っちゃうよね。で、やっぱ岡田さんになるな。さあ、そうですよね、やっぱそこ外せないよな。木山さんだって小川さんと監督と選手としてやられてますよね。そうそう、選手としてもやってるし、はい、で僕初めてプロ入った時にご飯をついてもらったのは岡田さん。あ、そうなんですか。シートの始まる、お願いしますみたいな、おおみたいな、それぐらいしかこう喋ったことないのに、いきなり岡田さんに声かけてもらってご飯っていう、もうド緊張やね。やっぱその時話せなかったですか。いや、喋れへんもん。喋れないですか。喋れない喋れない。もう第一、もうシートロックするのもコーチが気遣ってたもん、岡田さんに。あー、すげー。続いて、まあ、数々の名プレーヤーのショートをお伺いしてもよろしいでしょうか。あー、これショート悩むわ。鳥谷って言いたいけどな。あー、そうか。なかなかないよね、あの怪我せずにあんだけの成績。そうですね。あとやっぱり平田さんとかね、守備範囲が広 い。守備範囲、そうですね、すごい上手いイメージありますね、平さん。めちゃくちゃやっぱり上手かったし、うん、でも走ると全然その脚力はないのに、守備の脚力はめちゃくちゃすごかったっていうのがあるから。久慈さんとかはどうなんですか。そう、久慈も上手かったな。だから当時はもう久慈か宮本慎也かっていう、まあ堅実な感じの宮本慎也、うん、で柔らかい、なんか知らない間にソフトにファーストにファーって投げてる久慈みたいな、うん、まあ河合さんも上手かったけどね。あ、そうですね、すごかったけど、そう、久慈はね、なんかね、バッターランナーの足を考えてスローイングするのよ。
でも札幌でね、丸山球場で3つエラーした時はさすがにこのグローブいらん言ってじゃあちょうだい言って僕もらったけどこれ難しいな。3人でいいんじゃないですか。3人でもそうですね、3人ね。ちなみにですね、まあ、下森さんのやはりあの鳥谷さんだったり久慈さんのプレーというのは現役で見られてると思うんですけど、いかがでしたか。僕一緒にやってて鳥谷がやっぱりね、対戦してるんで、やっぱあれだけ怪我しないで常に出てくれてて、主軸で出てて、でなおかつショート守ってるっていうのはなかなかいないんで、やっぱり鳥谷の凄さっていうのはね、分かりますね。鳥がそこまで上手くなったのはね、やっぱ最後の最後も、まあ、ある程度上手くなってからもう一つ上の上手さになったのは僕は久慈の存在あるなと思って、ちょうどあの守備コーチでその例えば最終的なタッチの仕方とかいう部分のそのグラブさばきっていうのは結構くじに教わってたんじゃないのって思ったりとか。なるほどね。それではですね、はい、続いてのサードをお伺いしてもよろしいでしょうか。いやーこれはもうサード、うん、すいません、もう影さんでしょ、はい、もうこれも憧れに行くけど、ちっちゃい時から影さんの真似してた、はい、あのバッティングはもちろんね、こうそうやけど、あのピッチャー投げる前にちょっと待ってっていうこれしなあかんから、いろんなこうねことしなあかんから、ちょっと待って、よせえやって言われながら、ズボンこうやって分かります分かります、それをやってからないと投げささないっていうことをして、大学まで内野手やったから、それもサードやって、高校の時はフライ上がった時にわざと掛布さんのフライの取り方してたから、掛布さんのグラブの使い方ってこう使うよね、普通フライでこう普通に取るでしょ、掛布さんってこう巻くんよね、フライ取った後でこうやらはるイメージがあって、でフライサードフライ来た時にオッケーオッケーオッケーってこうここまで誇張しすぎちゃうんだよ、もうそれをこう、まあ、同級生とかにこうね、あのとやり合ってっていうのを遊んでたな、だから、あの高校の時弱かったよ。佐野さんから見てもやはり掛布さんもレジェンドですかね。いやそうですね、僕はやっぱり巨人の選手の真似をして、阪神ファンの人たちはやっぱ掛布さんの真似する人が圧倒的に多かったんですよ、うん、で、うん、掛布さんのこのこういう動作のこういうのを、うん、僕やっぱ待ってないといけないですよ、ピッチャーで。そうそうそう、俺はもう早く投げたいよって、俺は左だけど桑田さんなんだよって思いながら投げるんですけど、掛布さんのこう長い早く早くありました。実際に檜山さんも所属される外野手というところで、はいはい、ライト、レフト、センターで3名お伺いしてもよろしいでしょうか。外野一人は金持ちゃん行きたい。あ、やっぱちょっと目の前で見てて金持ちゃんのあの怪我に強いというかね、もう絶対試合に出るっていうあの凄さは半端ないのと、やっぱりチームがピンチな時に必ずやっぱり自分が打ってたっていうのがやっぱりあったな。僕あの金本さん骨折された時、僕ヒット打たれたんですよ、片手で。久慈さんかなんかライト前ね、ライト前に、あの時骨折してるっていう情報がもう入ってきてたんで、ミーティングでももう甘めでいいからどんどんストライク投げていける、あのとにかくピッチャーと同じだみたいな感じだったんですよ、うん、で、よしよしよしと思って、来たってピュッて投げたら、カーンって、おい、打ったよって、おい、打ったよって、骨折してもこの人打つんだ、やっぱ鉄人違うなと思いながら、新之助が甘めに構えてたんですよ、で、甘めに投げて、ピュンって打たれて、新之助と2人で、みたいな感じになりました。外野もう一人は、まあ、もちろん新庄、うちのも確かにやっぱり僕一緒に同期なんで見てたけど、肩の強さちょっと新庄より上はいないね、はい、ちょっとバックホームってキャッチャーに外野手をワンバンでキャッチャーに投げろ、でもワンバンで投げるとキャッチャー取れない、血を吐いすぎてドドーンってくるから危ない、だからノーバンで投げるっていうのがあったね。いろんな外野手肩強い言うけど、新庄の肩の強さは見たことないな、はい、すごい、はい、じゃあやっぱピッチャーやらしても150キロぐらいもしかしたら投げてたかもしれないですね。そうそう、ノムさんがちょっとやってみろって145を投げてたからね、オープン戦とかで出てきてましたもんね。で、元木さん打ち取られてましたもんね。ちなみにライトもライトはね、やっぱ真由美さんちょっと行きたい、もう俺っていうよりもやっぱ真由美さんやっぱり行きたいな。そうですね、うん、やっぱ一番バッター、まゆみさんの応援もまたかっこよかったんですよ、まゆみまゆみ、そう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 、まゆみさんもね、みんなあのメガホン叩かへんのね、うん、こうやるから、うん、で、はい、俺の応援もメガホン叩かへんね、
そうだ、矢野さんもそうですね。だからちょっとなんとなくそういう共感もあるね。あ、なるほど。真由美さんはもうあの外野スタンドがみんなね、あの移動するからね。そうですよね、こうやりながら、はい、こうやってあれ野球見えへんやと思うけど、ね、確かに最後は投手の部門なんですけども、歴代阪神投手最強先発中継ぎ抑え投手と、そうね、お伺いしてもよろしいでしょうか。はい、やっぱり先発は江夏さんやね。これまた、真似してた、うんうん、僕はもう映像を見てちょっと、はい、ちょっと失礼ですけどちょっとお腹 で、ね、腹で投げるみたいな感じでちょっとこうね、うんうん、あれがかっこよかったんよ。そうですね、右足を前にちょっと出してるような、なんかそんなイメージですよ ね。昔の映像何回も見るけども、田淵さんの方が1個か2個ぐらい上なのにいきなり入ってきて田淵さんにおーブチーとか言って野球界って年でしょ、はいはいはい、なのに俺の方が阪神野球界先に入ってきたのが俺の方が先輩だみたいな感じで言ってたっていうなんかそういう話もあったりとか。それも伝説ですね。伝説でもす、ま、でもやっぱすごいあの話してみるとすごいいい方やね。なんかそうなんですか。リリーフとまあ抑えの方向に行こうでしょうか。これね、福間さんか久保田かって言って、あ、ジェフとかどう、ちょっと3人挙げてっていいかな、ここはね。やっぱ福間さんもちょっとすごい鉄人的な感じで中継ぎでずっと投げられたんで、85年の優勝の時かな、うんうん、あったんで、あとやっぱり久保田もすごかったんで、怪我しないっていう、僕毎日投げれますよっていう感じで言ってました。言ってたから。そんな感じなんですね。こんな感じ、こんな感じ。そうそうそう。で、やっぱりあとはジェフやね、ウィリアムス。サムリさんもやはり、まあ、久保田さんであったり、まあ、ウィリアムズ投手はやはり同世代のピッチャーだと思うんですけれども、いや、すごかったですね。だってあの時先発ピッチャー5回までで良かったですもんね。そう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 、はい、あとの4回はもう、うん、なんかあの3人いれば3回は絶対抑えてくれるし、あと1回は誰かが抑えてくれるでしょみたいな、そんな感じで入れたんで。そうそう、でまたエグサーがいたから。そうですよね。そういうことはじゃあ、まあ、抑えはやっぱ球児かな。なんかそっちのイメージがやっぱりあるかな、うん。で、球児はやっぱり最初はね、中継ぎで来てたけど、抑えに配置転換になって、久保田とね、うん、あの途中で交代になったけども、久保田の凄さが分かったって最初、最初それ言ったもんね。9回は失敗っていうのが、やっぱりもう許されないと。どんなことがあっても抑えないといけないから、だからそっから自分が調子良ければいいけども、悪くてもクイックで投げるとか、球種変えてでも、必ずやっぱり勝ちで収めて、やっぱり自分が。ね、締めないといけないっていう、そのなんか使命感がすごすぎて、その久保田のすごさが、大変さが分かったと言ってたね。いや、もう僕がプロ入って1年目の時に神山新庄フィーバーが起こって、うんうんうん、ファンの子たちがみんなもう新庄の部屋がどこかとか、そんなばっかりなんですね。どうにかしてちょっと量出ないと俺はやばい、どうしようってなった。よし、これだと思って寮長に